Hello, everyone. It's Maru. This time, I would like to change the oil. In my case, I'll replace it a 5 or 6 times. Oh, it's cloudy in a nice way. Oh, I guess it's a little early. Is it okay? Yeah. Let's do it. First, open the car. Sumeを折らないように慎重に開けていこう。この前ドデカハンドルをつけたので、カウルは繋がったままですね。で、この手のはもう簡単で、ここのボルトを緩めれば、こっからオイルが出てくるよ。ボルトを外すときは、メガネを使ってるけど、本当は、ボックスレンチを使うんだぞ。はい、でね、この受け皿をセッティングしたいんだけど、ちょっといい高さの台がないので、なんか試行錯誤やってるね。なんだこれは。まあ、これの上にこうやって置いて、ちょっと高さがまだ合わない。どうしようかなって感じでやってるんだけど、まあ、まあなんとかこれでいっか、みたいな。最終的にこんな感じになったよ。で、ボルトを緩めるんだけども、緩まないね。緩まないぞ、全然。どうした？硬いね。お、緩んだね。あ、緩んだね。で、ボルトを外して、受け皿を置くと。そして、抜いちゃう。量はね、頭髪の2馬力の洗顔器の場合だったら 300ml だ。これはメモリ付きだからどれくらい入ってるかすぐ分かって便利だぜ。あとは抜け切るまでしばらく放置だ。 What? Wow!Wow! Oh my god! I did it. What should I do? Oh, it's such a hassle. Why is this? Really? Same here. Oh, やっちゃったね。やっちゃったね、ゆうまる。ここからは副音声でお伝えしていきます。さっきまでの字幕のカップルの話はとりあえず忘れてくれ。どうしたらいいかわからず棒立ちになってるね。ゆうまる動き出したね。どこに行った？このままだと放送事故になっちゃうよ。おー、なんか拭くものを取りに行ってたんだね。なんか拭いてるね。もうとりあえずボルトをふきふきしてはめちゃう。おー、なんかまた持ってきたね。これは吸着マットじゃないのか。こんなもんどこから持ってきた？ホームセンターとかでよく売ってる、自分でオイル交換とかするときの後処理のセットだね、これ。ははは、みんな見てくれ。この、ゆうまるの後ろ姿、とても無様だね。ははははは。普通なら、10分ぐらいで済むのに。これのせいで30分ぐらいかかってるね。バカだね、ゆうまるは。はっはっはっは。おー、とりあえず砂をかけて、オイルを全部隠したね。おー、やっと再開みたいだぞ。とりあえずボルトを増し締めして、これはパーツクリーナーだね。パーツクリーナーで汚れた部分を掃除して、あ、これが増し締めだね。しまったところで、オイルの注入口のキャップを、これだよって言ってるね。ここを外して、こっからオイルを入れるぜ。外れたぜ。はっはっは。
おお、ここはパチクリなで掃除しなくてもいいんじゃないのか。そしてやっと新しいお、あ、これが頭髪の純正だって言ってるね。そして入ってた量と同じ。これはね、しんちゃんブログを見てくれたらみんな、参考になると思うよ。そしてここから入れる前に、そう、このなんだこのジョロじゃないわ、名前が出てこない、こいつを使った方がうまくいくぜ。おう、名前を思い出したぜ。こいつの名前はだ。そして入れ終わったらキャップはしっかり閉めるんだ。そして入れ終わったらこの点検窓から確認、あ、ここはねちょっと勾配がついてるからこう多く見えるけどね、適量になってるよ。寒いや。おーっと、ここで出かけていた鬼が帰ってきたぞ。鬼の奇襲だ。完全にお湯をこぼしてるのがバレている。どうする、ユーマル。一生懸命なんか言い訳をしてるけど、もうタジタジになってるぜ、ユーマル。大丈夫か。もうめちゃくちゃ言い訳してるね。この光景だけで影でわかるねか。ああ、もうめっちゃ怒ってるね、鬼が。なんか指さして怒ってるぞ。おお、めちゃくちゃグーパン来るんじゃねえのこれ、ユーマル。大丈夫か。おい、暴力反対。殴る蹴るの暴行は禁止とさせていただいております。とりあえず鬼から逃げた方がいいんじゃないのか、ユーマル。サメや。おー、とりあえず鬼がいなくなったということで、安心、鬼退治ができたね。おめでとう。これで開始、あ、もう終わったね、もう。はい、こうやってカウルを元通りにかぶせて、これで終了となるよ。ちゃんと止まってるか、最後も確認してね。そして今回はついでに、ペラの方も見ていこう。このプロペラはシャープピンと割りピン、この辺を予備を絶対持ってた方がいいよ。なぜならよーくこれがね折れやすいんだ、シャープピンがね。だから交換方法をちょっと説明しとくよ。まずはこの割りピンを抜くんだけど、これがねもうペンチみたいなのがあったらもうすぐ抜けるからね。ラジオペンチでもいいよ。ほら、もう抜けちゃった。こうやってね、簡単に抜けるからね。そうすると、これも取っちゃったけど、これがシャーピンだ。シャーピンももう指ですぐ抜ける。そして、このシャーピンに、これ問題はなかったんだけど、グリスをまたね、塗ってあげた方がいいよね。で、シャーピンを戻すときに、この周りにもグリス塗るとこあるから。これは何をやってる。あ、ペラの中の掃除をしてるね。ついでにね、なんか汚れが溜まってんだろうね。まあ目につく汚れやゴミはできれば掃除した方がいいよね。ほーら見てよ、これ綺麗になったよ。ペラ。そしてここにこの溝にシャーピンがはまって、こうペロペロペロペラがね、こうやって回るからね、シャーピンがちゃんとはまってるのを確認してね。そして最後にまた割りピンを戻すんだけど、これねなかなか入りづらいからね、こうやってペンチかなんかでどつき回したらね入るから。そしてこう入ったらこれをね曲げとかないと抜けちゃうからね、先っちょをねこうやって曲げとくんだよ。そうするとねしっかり止まってね、ペラが抜けないようになってるからね。ほら簡単だろう。そしてクレ666の頂上だ。これはマリンスプレーといって錆止め防水だから忘れずにやっとくんだ。サメや。そしてこれは
普段持ち歩いてる備品だね、これダンターラロープ、そして、困った時のティッシュ、そしてクルスポンプ、そして応急処置の工具だね。あとギアオイルにプラグ、ワッシャー、割りピンやシャーピンも入ってるよ。あと買い物したのはね、何を買ったかこうやって取っておくとね、あの備品が分かりやすいよ。ということでね、今回は2馬力船外機のメンテナンスの動画を作ってみたけど、みんなどうだった？ちゃんと見てくれたかい？タケノコの里ばっか食ってんでねえよ。ちなみにこの時の兆候は、完全ボツだったから、もう一匹釣れたけどね、もうボツになっちゃったよ。これ DJ 猫パンチだと石のコテツ、ありがとうね。またリベンジ行こうね。 Well done. Thank you for your viewing. Press a good button. See you again. Bye bye.